ここは大三島の大山積神社です。ここには楠の大木がいくつかあります。これも大木です。木も30歳にまでなるとちょっと住んでいけない。一人では生きられないものを自然の摂理に反して建てていいのか。そうなんだ。こう倒れてくるから。倒れたんだよ。若々しいよ。400年の差出てる。出てる。若々しい。400年って。この木ってあんまり海の中いや、パッキンするな。さっきの人がすごい。
座れ。